湘南アルバは日本の競争馬である。2008年の共同通信杯を制した。半姉に2007年のフラワーカップを制した湘南タレントがいる。場名の湘南は冠名、アルバはスペイン語で夜明けの意味。2007年7月1日、福島第5競争の2歳新馬戦にエビラ正マサヨシでデビュー2着に敗れる。7月28日に 新潟の未勝利戦に出走。一番人気に応えて初勝利を挙げる。その後放牧に出された。2008年1月26日に中山の若竹賞に出走。スタートから先頭に立ち、そのまま押し切ってゴールし2勝目。2月11日、前日降った雪の影響で1日順延となった東京の共同通信杯に出走。 スタート直後に前に行きたがったものの最後の直線では抜け出し3連勝で重賞初勝利。また父はオーエンブレムの3区としても重賞初勝利となった。その後のスプリングステークスでは前走同様前に行きたがり、途中から先頭に立つも最後は後続に交わされ3着だった。そして4月20日のサツキ賞では三番人気に支持されるも完全に折り合いを書き、 三コーナーから前に進出するも早々に失速して14着と大敗した。続く6月1日の日本ダービーは12着と大敗した。秋初戦となる初の小馬との対戦富士ステークスでは竹豊に乗り変わったが6着だった。本番のマイルチャンピオンシップでは12着に敗れた。2009年は1月5日の京都金杯から始動したが9着に敗れた。続く 東京新聞杯では最下位の16着に終わった。続く、六甲ステークスでは4着と久々に掲示板を確保した。その後、4月5日のダービー協チャレンジトロフィーでは15着、4月25日のオーストラリアトロフィーでは11着と2戦続けて、との負けに終わった。その後、準オープンに高級となり、10月18日の白州ステークスに2番人気で出走したが、 終始後方のまま12着と大敗した。続く10月31日の紅葉ステークスでは、集団追走も失速し15着と大敗した。その後、初のダート戦となったサンタクロースステークスでは16着と、との負けに終わった。2010年は3月20日の韓国バジカイ,イから、始動したが、ブービーの13着と大敗した。 続く4月25日のフリーウェイステークスでは、中団のやや後ろから追い込んで2着と、構想した。5月23日の東京クラウンプレミアムでは、見せ場なく14着に終わった。6月26日のテレビ U、福島省では、中団追走から足を伸ばして、共同通信杯以来の勝利を収めた。その後8月28日のトキステークスに、出走予定だったが、 官房のため出走取り消しとなった。9月12日のセントールステークスに出走したが、終始後方追走のまま11着と大敗を期した。10月30日のスワンステークスでは、後方から鋭く追い込んで2着と、抗争するも、11月13日のオーロカップでは、見せ場なく13着、12月18日の阪神カップでは出遅れが響いて10着と大敗した。 2011年は1月10日の夜度、短距離ステークスから始動したが、またしても出遅れて9着に敗れた。続く3月5日のオーシャンステークスでは、中段から足を伸ばすも6着、高松の宮記念では、後方から追い上げたが6着。KO 杯スプリングカップでは、中段追走も失速し16着と大敗。その後7月31日の UHB 杯に、 出走したが見せ場なく9着。8月28日のキーンランドカップでは人気通りの10着。その後11月12日のパラダイスステークスでは中段追走も失速し13着と大敗した。12月17日のディセンバーステークスでは16着と、どの負けに終わった。2012年は3月31日の障害、未勝利から始動したが終始かかり気味となり、 13着と大敗した。7月7日の障害未勝利戦に出走したが、レース中に故障発症、競争中止となった。その後、8月10日付で競争場登録を抹消、茨城県阿美城の大滝ステーブルで乗馬となる。ありがとうございます。